はい、こんにちは、プルフォースです。ということで、ゼルダの伝説、ムジュラの仮面やっていきましょう。はい、本日は、まずは、時を遅く戻しましょう。で、今回は、ちょっとメインストーリーを進めていくというよりは、ですね、ちょっといろいろと、サブストーリー的なものを進めていこうかなと思います。と思います。はい。ちゅうのも、まあ、いろいろとね、やらなきゃいけないかなって思うことが、まだまだ残っていて、まあ、特にね、エポナは絶対ゲットしとかなきゃいけないので、まあ、エポナをゲットしに行ったりとか、まあ、そういうちょっとね、サブクエ的な感じのことを、やるというところで進めていきたいと思います。あ、北から出ればよかったかな。まあ、いいや。うん。で、まず一発目やらなきゃいけないのが、ボム兵じゃないや、ボム兵じゃねえや。間違えた。よいしょ。あ、いて。あ、そうか、こいつ一目なんだったっけ。よいしょ。ほい。で、砂金も手に入れなきゃいけないんだよね。よいしょ。ほい。よいしょ、オッケー。で、金稼ぎはこいつが一番いいと。ボーン。オッケー。じゃあ、じゃ。よいしょ。で、ここ行った？オッケー。ちなみにさ、ボムって火だけどさ、炎って食らうのかな？どうなんだろう？よいしょ。おい。ヒップタッチ！ 100 枚手に入れれば、街に戻って、でももう一体いたっけ？あいつはいらねえ。そう、金、おうおう、ゴロン。で、西から、オッケー。まあ、完全に北なんだけどね。北に入って、ズンズズンと。オッケー。まずはエポナを手に入れに行くのと、あとエポナを、わ。まあ、いいや、こっちからでも。こいつめんどくさい。絡まれたくない。エポナを手に入れてしまったら、なんだ。よいしょ。オッケー。んで、こっち、エポナを手に入れたら、初日あれゲームもやっとかなきゃいけないか。で、ここ、こいついくらだっけ？ 100 ルピーだっけ？あ、いいとこ、おめ、大五郎扱える。あ、50、あ、安い。チュールピピー、Thank you so much。オッケー。じゃあ、このまま。オッケー。じゃん。で、このままミルクロードに飛んでいきましょう。でね、一個ね、みんなに、まあ、謝るというか、やっちまったなーっていう話があって、前回までのパートね、3パートとか4パートとかちょっと忘れたけど、一気に一応取ったんですね。はい、連続で。だからあれなんか元に戻ってないな、続きだなーみたいな感じに思ってたかもしれないんですけど、連続で取れたんで、連続で取っちゃったんですよ。そしたら、その後やり直したら、えってなって、しまったと思って、セーブすんの忘れてたってなっちゃって、そう。忘れちゃってたんですよ、マジでね。だから、そこまで戻すのに必死に頑張ったんだけど、そう、必死に戻ったんですけど、一個だけちょっと違う点があって、何かっていうと、ハートのかけらが一個だけ大きく集まってます。というのも、一回、なんだっけ、あれに戻るときに、あれに戻るってなんだ？ちょ、これ何？毎回やんの？これ。そう、一回だけ、ロマニー牧場に来るときに、なんかたまたま穴に落ちちゃって、そして前作に出てきたピーハット、プロペラプル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 丸やつ。うん。あいつをたまたま倒すことができて、あれ君誰？はい、私ロマニー、この、ね、君、ブルーホース、そう。俺、今さっき気づいたの、あれ？ブルーホースじゃない、ブルーホスになってるって、ホスの戦いじゃんって。バッタ君？はい、バッタ君ね。緑だったら何でもいいってか？トゥク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 で、ブルーホスくんになっちゃった。青い星になっちゃったんだよな。うん。ホスの戦い、エピソード5でございますね。うん。ワンパのお腹に、ワンパのお腹じゃない、あれなんだっけ、なんでもいいけど。とりあえず目がピッカーって。で、これさ、なんだっけ、人のせいなんだよ。人の責任が、なんかゴーマン兄弟だったら、ゴーとマンでしょ？で、マンゴー兄弟でもいいんだけどさ、それマンとゴーがさ、お化けになってできてるわけでしょ？ってことは、こいつらにさ、操っている、まあ、こいつらが操っている、たくさんの部下がいるっていうことだもんね。やばいよね。ロマ、後ろ守らなきゃね、バッタ君、ただいま助っ人募集中なのところだったらやってみないいよ、やってあげましょう。やったで、それでいきなり作戦発表します。あいつら牧場あちこちに現れるの。牛小屋めがけて、ゆっくり近づいているの、弓や、牛小屋から離れたダメですよ。バッタ君、早速練習しようよ、ってことで、はい、2分超えたらアウトだからね。今まで1分よ。
2分超えたらダメなのに、記録は1分よってなかなか無茶だな。とりあえずじゃあ、こっち、こっちでいいのかな？はいはいはい。あ、ちょ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 。エポナッチ。おい。おい。ちょっと待って、なんか後ろにもいるな。あ、いた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 。てか、実際のあれよりも、この風船の方が強いんですよ。居場所もむちゃくちゃあるし。おい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 。オッケー。じゃあ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 、あ、ちょ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 、本当に下手くそだな。これでも上手い人とかさ、5秒台でいけるんでしょ？それは無理か、さすがに。5秒台は無理だけど、五郎台はいけるよね。五郎台なんとか。五郎台はあれだ、友達先輩だ。違う中学校の先輩だ。五郎丸だったな。ちゃ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 ラスト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 ラすごいよね。はい。頑張った。すごい。ちょっと今日はですね、とある実況、別のゲームの実況を撮っててね、ちょっと疲弊しております。だがしかし、テンション上げてぶち上げてやっていきましょうよ。とりあえず大きな声を出してテンションぶち上がっているような感じで、なんかベラベラ喋ってたら、なんか気持ちもなんか復活してくるんじゃないかなって、そんな浅い考えて、私、頑張っております。ドンピシャー。オッケー。太陽の光で、はい、わかった。今夜2時ですね。はい、夜中の2時に、こんな小さい女の子と、キャッキャウフフするっていうのは、もうたまらんちくしょうってところですよね。で、まあ、とりあえず、エプナが手に入ったので、エプナを連れて行きながら、どうしよう、西のあいつだけやっちまう？まあいっか。でもなんか、あれだね、今女の子いたけど、お姉様がいたんだけど、お姉様はどうでもいいや。で、こいつら、傲慢なトラック。ここをやったらいいのかな？ガロのお面とか手に入れなきゃいけなかったっけ？ちょっと今お金いくらだ？あ、50ドル。あ、じゃあいけるか。あ、降りちゃった。降りても戦えんのか？いや、多分乗りながら喋らないとダメだよね、多分ね。双子だよね。あ、三つ子だっけ？喋ろう。そのチンケラ、お前の向こう、俺ってゲロだってね、弟。そんなええや。こいつは面白い、自分の時で俺たちしようしねえか？いいものやるぜ。なんかちょっといいやつなんだ。だって10ルピーだしさ、いいものを10ルピーでくれるってことだろ。よいしょ。ほい。あれ。ちょ。あれ。馬に刺さらない。残念でした。ちょっとアホなことしてんと、普通に、ちょ、めっちゃ引っかかる。あー、ダメだな。鞭を入れても多分倒せないな。よいしょ。これ、こっから抜ける？抜き抜きできる？他もダメな気がする。おい、よしと。おい、ダメだね。これもう抜けないな。よいしょ。こい、あー、ダメだ。ティー。ダメだ。ほら。ドロンマ。あー。ちょっと、あれだね。遊びすぎたな。もっかい。こいつらに、あー、うまい。いいよ。いいよ。別にいいよ。ちょっと、なんね。後ろから刺す気、お前ら。よいしょ。ちょ、邪魔だって、おっさん。そんなさ、ポニーとか乗ってないでさ、邪魔なんだって。よいしょ。あー、もうポニー、ほんとポニー邪魔だな。よいしょ。あー、お前殺すぞ。馬ごと殺すぞ、マジで。叫んだじゃん。今日は機嫌が悪いんだ、俺は。もう、言っちゃいけないような言葉たくさん言うからな。あー、やばい、これはまずい。よし。はい、オッケー。あら。よいしょ。あー、なん
んでそうなるの？は？ちょっと待って、あのね、ごめんなさい。ちょっとマジで、こんなの時間かけてらないんだよ。マジでうぜえ。もう言ってるじゃん、俺機嫌悪いんだって今日。だってなんで加速してんのにこいつらと、こいつらの馬の速度と同じなの？だってお前らの馬の方がロバっぽくね？ふざけんじゃねえぞ。だから言ってんじゃん、機嫌が悪いって。これ以上機嫌が悪くなるようなことをやらないで、本当に。もう、うざいって、邪魔だって、消えろって、死ねって。やばいって。マジで口が悪い。ただ口が悪いだけになってる。ショートカット。OK。よいしょ。ほい。ここで使い切ったのが俺のミスだったな。で、よいしょ。よいしょ。OK、OK、OK、OK。で、もう2個、もう2個。OK。で、ここ、ぴょん。ぴょん。OK。で、最後使い切る。50秒、キンキラー、起きたー、よきよきよきよー。あー、やばい、酸欠だ。頭がクラクラする。ガマダイアンちゃん、こいつにあれやってもいいかな。しょうがねえな。まあ、子供から大丈夫。でな、こいつら、マジで、やばいものあげるんだよな。これをさ、渡すことによってさ、死神に出会いまくるからな。まあ、死神というか、なんかこう、暗殺者というか、出会いまくることになるからな、こいつら。マジでやばいよね、あげるものがね、ほんとに。まあ、いいんだけどさ、もらう分には、もらえるものは何でももらうよ。で、こっから、今何時だ？まだ7時台だったよね、確か。オッケーオッケー。で、クリッターカントリーは無視して、で、そのまま、そう。あー、やばい。辛い、この、これ。ごめん。で、ね、1個やるの忘れてたんですよ。1個やるのマジで忘れてた。そう、沼地行って、で、これ。こっち行かなきゃいけなかったんだよ。で、こっち行って、あ、でもなんかこれなんかすっごいあるけど、なんだろう。これ1個あんのかな？え？これなんかある？これなんて書いてある？あ、ここにはギリギリ新鮮な水がある。魚泳いでるよ。泳いでるってことはあれだよ。沼じゃないから大丈夫かね。砂金はまだまだ時間があるから大丈夫かな。今日はまあできるところまでやっていきましょう。ひぃひぃ。大宮さん20ルピー。あ、やばい、これ 1回でクリアしないとまずいのか。はい、オッケー。チャラチャチャ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 チャ。チャラチャチャー。これなんか、1個外すことに何か起こるみたいな、そういうことはないよね、普通に。あだ。チャラチャチャー。そう、この微調整が効かないのが辛いんだよな、これのな。また遠くからなんか来てるよ。よいしょ。そう、横向けたつもりでも全然違う方向行くからね。横行く。オッケー。よいしょ。で、100。オッケー。ちょ、行かない。よし、オッケー。あ、行かない。出てこい。で、どこに向かっていくか。どこ行こうというのかね。あれ？ちょ待って、微調整が効かない。どっかに、あと。オッケー。チャラチャチャー。1500個あれば OK なんだっけ？パパ。それとも2000だっけ？ちゅう。で、まだいる？あ、いないね。あ？チャラチャチャ。なんか、ウルフォスだけなんかすごい一気にしばけてる。おうおう。チャラチャチャ。パーフェクト？おう、パーフェクト！おう、パーフェクト！おっしゃー。これはなんとかパーフェクトいけましたね。ありがとうございました。で、あ、さらに残り時間も足されるのね。へぇー。どいりゃー、おめえな、パーフェクトだがね。これ受け取ってちょ。よーし、オッケー。で、これは？まあ、友達にも宣伝しといてちょって。で、とりあえず、エポナーはもういらないから、あ、もういらないっていうか、一旦今はいらないっていう話ですね。で、あれどこに行こうとしたんだっけ？あ、そら、ここだ。で、クリアして、砂金手に入れて、で、やっていかないといけないんですよ。ピュイーン！
プル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 ピー。シュル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 。で、とりあえずね、もう一回あいつを倒さなきゃいけないんですよ、ボス。何？あんたの吹雪、これだね。うん。とはいえ、同じことを何回も繰り返し見せられるのも皆さんもあれだと思うので、とりあえず砂金を手に入れるところまでは一旦カットしましょうかね。はい。おやすみなさーい。次会う日までおやすみなさーい。ということで、戻ってまいりました。アタック、あらあらあら、砂金を無事ゲットして、おーっと、お客さんか？ガブロ、お客さん100、なんならお客さん緊張くる、ふんふん。よし、剣を鍛えるな、一回100、あー、ちょっと待って、鍛えて100回使うと、おー、ちょっと待って、あー、予想がね、100コインか。あー、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ごめん、100コインちゃんと手に入れてから来ます。100コインじゃね、100ルピーちゃんと手に入れてから来ます。じゃあお客さん、じゃあお客さんじゃねえや、ガブラ、お茶はいらないよ、ボッコボコに言われてしまいましたね。はい。ということで、あと15分間で何やろうかなって思った時に、まず剣でしょ？で、剣と、それから夜にして、あいつ、なんだっけ、あいつって言った、ルルルルルってやつ、チンクルチンクルクルリンパじゃない変態の方。まあ、変態しかいないんだけどさ、よいしょ。喋る。なんや、なんかよかいな。じゃあじゃあ預けへんって、お前なんかに預けへんって、こんなイカ様やろう。よっしゃ。で、何本預けんねん。いらん。冗談きついわ。お前こそ冗談きついわ。自分で働きや。手数料ばっか取りやがって、この野郎。463だから、とりあえず100ルピーちょうだい。行さんおろしまんなーって。使うからや。使わん金なんかおろしてしゃあない。よし。で、とりあえずやっぱ、これ、から先ね、楽にしていくためにも、なんだかんだで、やっぱり、ちょっと待ってね、山里、OK。チャ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 カパカピキピコポ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 コひょっぽこーぴーひょっぽこぽーひょっぽひょっぽぽぽーシャトーローマニガー飲みたいなったかたかたたーいたうぐーおっとお客さんかいや試験を来たのに100ルピー100回使うと運ぶれ元の切れ味戻っちまうけどねでこれで 1.5 倍だっけあいよ明日の朝また来てくれうぐーなんだなんだ追い出されるのかはいで剣がなくなったので非常にめんどくさいんですがまあ結局こあもっとめんどくさいおめえドーンよいしょーあーなんだすげえ稼げんじゃんじゃあこれでOKなのでどうしよっかな一旦じゃあんそう他にもまだやりたいことがたくさんあるのでそうだそう思い出したなでくろさんだなでくろさんにも会ってそうヤギのお面を手に入れることによってウサギの仮面もね、手に入れることができるんだからね。ウサギのお面？ウサギの被り物？まあ、なんでもいいんだけど。で、ウフーンっていうのも一応やっといた方が良さげだから、ウフーンにアッハーンしに見かけましょうか。もう日本語喋れてなかったけど、そんなことは気にしない。青。オッケー。いいのか？これ。ダーリンのへそくりじゃねえのか？これ。一回やったけどな一回やったから、じゃあ、うふん、あはん、いひん、うふん。もうどうせなら、もうここで公開セックスでもしたらいいのに、ほんとに。じゃあいいかい？ミュージックスタートだよ。女の方はまあまだスタイルは許せるけどさ、男の方のマジで髪型がないわ。ほんと、モテないやつ代表みたいな髪型してるよね。で、チラチラ頭の方に浮かんできてるけど。あ、ちょっと待って、食らったぞ。なんかダメージ食らうのかな？食らったことにされちゃうのかな？チャラパパ、痛い。まあでもいや、こいつらのハートをもらえばいいんだよ。ハートキャッチプリキュアしてればいいんだから、問題ないと。で、今のところあれだね。もう何の問題もなく、普通にいけてるね。はい。あーと思ったけど、やっぱりダメでしたね。ほい。よいしょ。ちょっと待って。ちょ。これ、狙ったところでさ、ほら、こうなっちゃうんだよ。
こうなっちゃうから、あ、ダメだな。あ、ちょ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 。あれ前回やった時の方がうまくいってたの。ちょっとちょちょちょ。あ、ちょ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 。問題ない問題ない問題ない。問題ありー。よし。よし。よし。オッケー、あと1個、あと1個、あと10秒、あと10秒。やばいやばいやばい。やばい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 。なんで落ちちゃうんだよ。だから言ったのに、もう、なんか、ほんとになると全然わけない、いかないよね。儲かっちゃったよ、ハニーって。儲かっちゃったよ、ハニー。新しいティーバッグ買ってね。お願い、お願い。ひもパンやめて。スカートの時に足元見たら大変だろ。あ、なんかちょっと待って、あのさ、時間が経つと早くなる、これもしかして回るのが。それともあれなのかな、残りのうざいな顔がチラ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 映り上がって、てなんかだん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 回るのが早くなってってる気がしたんだけど、これちょっとも残りの的数なのかな。全然当たってないけど、やばいやばいやばい。あ、全然当たんないわ。よし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 。チャラチャチャ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 チャ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 、全然当たらないんだ。すーごいな、本当に、本当にこのお店って丈夫だよね。なんか、あー、全然ダメだ、全然ダメだ、全然ダメだ。あ、オッケー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 。あー、ちょっと待って、どん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 速くなってってるな。速くなってってはいる、速くなってってはいる。ちょっと待って、まっすぐ、まっすぐ向いて、まっすぐ向いて、まっすぐ向いて。ちょ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 、わー、うり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 。あれ、マジでうまくいったな、なぜだ？あれ、一発目で行ったの、なんか奇跡だったのかな、なんか。あー、ダメだね。そのまま、そのまま行こう。で、しかもこいつら投げよ。ああ、夢のような。あ、ちょい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 。回るのやめたぞ、こいつ。ああ、もう本当に。本番でこういうのちょっとマジでやめてほしいんだよな。まあ、3度目の正直だな。さっきの傲慢兄弟もそうだったし。あれ、ちょっと待って。ああ、復活した。またが最初ないのかと思った。あ、痛い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 。ほい、ほい、オッケー。よいしょ、よいしょ。ちょ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 、どこ投げてんの、どこ投げてんの、もうどこ投げてんの、どこ投げてんの。オッケー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 。ほい、これ狙っていけるもんじゃないからね。オッケー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 。いっ、ハートがどんどん減ってた。あ、ちょ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 、オッケーオッケーオッケー。狙って狙って、もうむちゃくちゃするのはやめよう、時間ももったいないしな。オッケー、ほい。あ、よし、これほい、今です、ほい、今です。オッケー、パーフェクト。狙った方が早かったわ。本当にごめんなさい。1日目で、で、3日連続でクリアしないと意味がないから、パーフェクト。オッケー。仕方ない。悔しいからもっとミスつけちゃいましょう。まあ、お前らも常に、あれ、ちょっと待って、出口がない、出口が、あれ、出口、あ、あったあったあった。本当にぐるっと一周回ったんだな。で、とりあえず意味はない、あ、そうか、今、剣がなかったんだ、そういえば。剣がない兵士、いや、じゃあ勇者ってただの平和なやつだな。あれ、いない。ちょっと待って、お姉さん、早く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 、何してんだ。あ、そっか、2時からか、2時からじゃなくてダメなのかな。もうでも時計をゆっくりさせる意味ってあるのかな。ない気もしてきたな。うん、まあいっか。チャラチャチャチャラチャチャラチャ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 。あ、あのちゃんとあの名前も書くよ。はい、勇者ブルーホスって、ブルーホスってちゃんと書くからさ。チャ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 、はい、オッケー、予約です、ありがとう。はい、ナイフの輪、切れ味鋭いでございます。予約してありました、残念でした。まあね、世の中には全く名前を一緒にしちゃって損をするようなゴロン族とかもいたりするからな。よし、ここ。チャッチャラチャチャー。で、OK。で、これでとりあえず夜にして、洗濯場にはいつからいるんだろう。あれ？つけんなよ、外かよ、バーローメン。室内だったらダメってよ、すいませんでした。チャ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 
どうだったっけ。いやー、やっぱあれだな。ないと辛いね。あと、そっか、夜中の2時のイベントもやらなきゃいけなかったんだっけ。話しかけたからにやらないといけないよな。ルルルルル。ああ、悲しいから僕はね、なんで人がいるのか、みんないいやつだとでも気になる人だったら、なんで犬がリーダーなのさ、それですごい、そんなでもさ、なんで犬のリーダーなのさ、おめんだからもういらない、あげる、パー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 2日目にするにはちゃちゃ、まあ、あのロマニー系のイベントはね、やっぱりね、あのギュッとされて、おっぱいチュッてされたいから、ちょっと先、そうだね、うん、ごめん、今日はさらわれてボケっとして、あの一発やられた後になってください、すいません。キャラチャ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 、とんで OK。まあ、下世話な大人が考えることではない。でも、あえてボーってなるってことは、やっぱり、傲慢兄弟が、やっぱり、あの、傲慢に傲したわけですよね。慢に傲した結果、あの、ロマニーだか、タルタルソースだかわからないけど、そういうになっちゃったってことですよね。むっつりスケベだよね。ただのロリコンだよね。どうせだろ、お姉さんの方に行ったらいいのにね。クリミアのクリームを舐めに行ったらいいのに。よいしょ。じゃあ、これで2日目になって、よいしょ。剣が触れないけど、これでも砂金があったらタダで引き受けてくれるんじゃなかったっけ。なんこいつ、なんか、おお、お客さんできてるぜ、ほら、ありがとう。チャラル、フェザーソード、鋭い刃、切れ味、100回までなら刃こぼれしません。それからみんなね、今の剣、あ、砂金、砂金だぜ。うご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 う、え、うごうごうごう、おっと、お客さんか、うん、頑張ろ、早く、そんなら、ふんふん、お客さん、もしかしてもっと剣強い、それ砂金が強い、あんた持ってるよな。ちょっと持ってるよ、なんとか持ってるぜ。欲しいんだろ、こいつが。いいだろ、タダでやってくんな。あ、極上品、お釣りが来る。よし、じゃあお客さんタダでやってるぜ。ちょっと待って、あの余った砂金はさ、あの売りたいから、よこしなよ。ああ、また追い出されちった。って知っててなんだけどさ。ん？ん？ん？なんか、続き起こるんだよね、プロコンでやってると。どうしても、なんか何百回も吹き直さなきゃいけないみたいな。パラパパ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 ピープープク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 、二日目なんだっけ。ボム兵バスケットだっけ。一番難しいやつだよね、確かな、ボム兵バスケ。ちょっと待ってね、とりあえずいらないか。あー違うな、こいつにしといたからいいか。こいつにしといたからいいか。こいつにしといたらいいや。お邪魔しまーん、にゃおわ。あ、そうだね、やっぱボム兵バスケだね。でもジュールピーってちょっと良心的な。あ、今日はいいよ、やろう。でもなー、ぶっちゃけなー、ロンゲに興味はないんだよなー。よいしょ、こいこい。あ、あ、ちっさ、こういうゲームの腕と、こういうなんか、これ一応ボム兵バスケットじゃん。運動神経って関係あんのかな。よいしょ。ちなみに運動神経と運動能力ってまた別だからね、結構ここをね、混同してる人が多かったりするんですよ。なんか意外と不思議なんだけど。だ、運動神経って結局、その、まあ、たくさんの筋繊維を動かすために、動かすための頭の使い方が問題だから、あの運動神経悪い芸人とかっていうのがあるじゃないですか。だからあれ根本、ものすごくストレートな言い方をするとバカなんですよね。バカってことなんでね。うん、あ、ありがとう。チャラチャチャー。はい、オッケー。まあ、見せつけてください。で、一回お店、外出なきゃいけないですよね。ん？はい、オッケー。そう。
だから、いかに自分の体をどういう風に使ってコントロールしていったらいいかっていうことをちゃんと理解してたら、あんな、よくわかんない走り方になったりとか、ボールの上げ方になったりとかってならないから、運動神経っていうのは結局頭がいいかどうかなんですよ。で、まあ、ただまあ、体を動かす、まあ、反復的な動かし方っていうのも結構関係してくるから、まあ、いかに幼少期にちゃんと体を動かしたね、遊びをしてたかっていうのも結構関わってくるんじゃないかなと。だから今その運動ができない子たちの方が多いよ。その体力テストとかっていう記録が、まあ、ちょっとずつ落ちてきてしまっているみたいなのが一応文科省が出してたんだったかな。もうあんま覚えてないんだけど、その理由っていうのはやっぱりその体を動かす機会っていうのが残念ながら少なくなってきてしまっているからってことなんですよね。体を動かす機会が少なくなってきているというか、まあ、中で遊ぶことのできる、まあ、子供たちが遊ぶことのできる、まあ、でもそれは大人も一緒だけどさ、だから寿命は長くなってるけど、それは医療の発展のおかげであって、別に健康的な生活をしているかっていうと、そういうわけでもないというところなんですよね。で、戻っていって、で、こいつも、ピコピコピン。ひよこの形結構、あれだね。やっぱひよこだからか、かわいいよね。こんだけだったっけ？はい、オッケー、戻ってもらって。そうそう、こっちの方に行くと、みんなね、元に戻ってってくれるというか。はい、オッケー。こんなとこかな？じゃあ、端っこから集め、でもあれ、10匹いる？この裏に隠れてたりしない？いいなさげだね。よし、じゃあ行きましょう。ドゥッツチ、ドゥッツチ。ワン、ツー、サン。チューン。チャ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 。でも、ブレーメンの音楽隊って、結局、どんなやつだったっけ？ロバとか、ヤギとかが、音楽をやるみたいな、そんなお話だったっけ？ 全然覚えてないんだけどね。あれ結構あれだな、大変だな。ちょ、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 
え、あと一匹どこ行った？あ、いた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 。ちょっと待って、背中がやばいことになってたけど、あいつなんか、マトリックスみたいになってたぞ。マトリックスみたいな背中になってたけど、大丈夫か？なんかすっごいこう、なんかプラグで刺せそうなところがいっぱいあったけど。てかまあ刺さりすぎて頭から飛び出てるみたいな感じなのかな。この状態で喋れるのかな、これ。喋れるようになってたよね、今。あと一匹。イエス。ごめん、何にも頼まれないまま、よくわかんないけど、みんちょ、おめありがとう、これがあれば、これがあれば力が湧いてきます。じゃんちゃかちゃかちゃかちゃん。で、これで2日目終わりだね。よし、じゃあ、3日目か。パーパーパー、パーパーパー。じゃあ、これで、黄金砂丘を手に入れて、3日目の、ダーリン、キャキャ、ウフフをクリアしたら、一旦このパートは終了にしましょうかね。ちょっといろいろとアイテム回収会になりましたが、はい、お付き合いいただいてありがとうございます。もうちょっと続くんで少々お待ちね。パパ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 、あははは、ヒヒフ。まだあるのか。もう一個、もう一回吹かなあかんな。オッケーオッケー。頑張りましょう。怖えな。ちょっと待って。どうせならこっちの方がいいよな。変わっちゃったけど、いや別にそうなの。パカポコピキプクプクプポコポコポコピピプー。最後の朝ドゥドゥンドゥドゥン、チャッチャチャッチャカパ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 ン、チャ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 、間違えた間違えた、走ります。これ移動速度が2倍になってると思ったらいいのかな。さあ黄金のソードゴールソウル、あ、こっち、あ、こっちか。めっちゃなんかご機嫌じゃん。できてるよ、ほら。金のごまだれ、マジで絶対ルールがご機嫌だった。オッケー、モーセルジョ、うちは、まかない、はい、ほんと、ぶた、それと先にたっぷりね。残る方、こっちで処分しといたよ。処分しといたっていう名の、すっごい得したやつあれなんだな。おっと、お客さんか？悪いね、金を売ってるの。
剣を鍛えるのは今日までだってか。で、威力2倍、攻撃力2倍、一緒だって。違う違う。なんだっけ、あれか。長さも2倍だね。威力と攻撃力2倍は一緒の意味だった。ごめんなさい、失礼しました。よし、じゃあ最後、矢をブチ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 打ってって終わりにしましょうか。あ、一瞬コントローラーがむちゃくちゃになった。そう、なんかマリオカートとかやっててもそうなんだけどさ、マリオカートやりながらでも言ってたんだけどさ、なんか左に曲がる癖があるんだよね、こいつね、ほんと。なんなんだろうね。朝6時からやってる。すごいよな。うん、ふん、今日こそ立ちバックを見せましょうか。いいよ。じゃあ、駅弁スタイルでいきましょう。ちょっと待って、的も回るのかい。的も回るんかい。よいしょ。ほい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 。痛いなぁ。まあ、あの、おばばと違って、あの、別に、あの、何回ぶつけようが、あの、痛いなぁで済むっていうね、強靭な肉体をお持ちのお二人ですから、別にいいんだけどね。あの、俺の前にいるのが悪い。しかも痛いなぁって、あれ、ダーリンにしか当たってない。ごめんね、ダーリン。まあ、女の子をかばっているということで、ポイントは高いんじゃないか？ね。よいしょ。痛いわねーって、なんか音がブキュって、えぐい音になってたな。はい、ということで、ペルフェクト！ OK、ありがとう。みんな、もうあげられるものがないわ。チャー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 。私たちは本当に幸せなお客さんのようだよ。これなんか怒られる？わあ、また君か、またやるの？ああ、遊ばしてくれるんだ。一応遊ばしてくれるんだね。優しいね。はい。ということで、ハートのかけらも手に入れたことですので、一旦じゃあ、このあたりで、今パートは終了とさせていただきたいと思います。次回ね、エポナも手に入れましたので、メインストーリーを進めていこうと思っております。はい、ということで、次回またゾーラ族の方お楽しみいただけたら幸いです。ではまたお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。